まあでも、あれだな、ちょっとやんちゃな人が集まる高校に行った人たちは結構変わったな。見るからに変わってたな。髪を染めてみたり、とりあえず横刈り上げて襟足クソ長くしてたり。学校の木に火つけてたはやりすぎやで、それはね。やんちゃすぎやで。うん、先生に対して更年期って言ってたやめて。まあなんかあれだよね。先生をピキらせる勢もいたよね。そう考えると、学校の先生って絶対ストレス溜まるよね。高校、まあ高校ぐらいか。やんちゃんなとこはね、なんかタバコとかね、バイクとか。この前補導されたわーとかね。ギリ笑える範囲で言うことはやめて。アウトなこと言われちゃっても、こっちもちょっと反応に困るからね。それはもう墓に持ってってもらってね。今日から俺はが流行って。漫画とかの影響あったりするよな。それこそヤンキーものの漫画って、まあ割と通る道じゃん。クローズはみんな見たんじゃない？クローズとか、ちょっと世代じゃないけど。
сука, ёбнули нашего!反応良すぎだろこいつらマジで。どうなってんだよ。よし、グラハ倒したよね。オッケー。きたー。長かったぜ。マジで。足で長かった。次は、あ、ガゼル。うわあ、これ持って帰りてえな。ガゼル100万ぐらいだよね。さすがに持って帰る。よし、とりあえず1日1体っていうノルマは。運が良ければな、ほんとポンポン行くんだよな。おお、びっくりした。勘弁してくれ。キラか、スターマンか、ファギラ。